じゃあなんでそんな予測が立つんだと、何か根拠があるのかというふうに当然おっしゃられると思います。私はただ単にこうなるよという結論だけを申し上げるつもりはありません。これまでの中国という国のやってきたことを見ればそのまま日本に当てはめることができるということだからです。今日本はアメリカ軍が辺野古に移設するのかどうかというこの普天間の問題で大変揺れています。アメリカ政府の実際知り合いの中にはもういい加減にしてくれと、もう撤退しちゃうよと、知らないよというふうに言っている方々がかなりいます。アメリカが今の日本から撤退したらどうなるのか、歴史を紐解いてみるならば、例えばベトナム戦争が終わった後のベトナム、73年までアメリカは南ベトナムに駐留していました。しかしもういい加減経済的にも続かないので73年に引き上げたんです、アメリカ軍を。そうしたらば翌年74年に中国人民解放軍がすぐにベトナムに侵攻して、島に中国軍のヘリポートや滑走路、軍事基地を建設しました。そして同じ事例で言うならば92年、これはまだ近いので覚えておられる方もいると思います。フィリピンにアメリカ軍の基地が2つありました。しかしそこからも出ていけという運動が起きて、アメリカ軍は92年撤退をいたしました。そうしたところ95年になってフィリピンにあるいくつかの島にまた中国軍が攻め入り、同じように軍事施設を建造しております。アメリカがいる間は中国は手を出さないけれども、アメリカがどいたらば必ずやってくるという、こうした2つの事例があるわけです。中国にとってアメリカ軍が沖縄から撤退してくれる、こんなに嬉しい話はないわけです。中国は歴史の認識を自分たちの主導で作り変えることを平気でやれる民族でありますので、例えば尖閣諸島、日本では魚釣島と呼ばれていますけれども、魚釣島は日本固有の領土として、もともと70年代までは世界地図でもちゃんと日本の国境線の中に入っていました。しかし70年代の初頭にどうやらあの魚釣島付近、尖閣諸島では油田や天然ガスが出るらしいということが分かったらば、その翌年から突然魚釣島の境界線がポコッと中国の作る世界地図では中国の国境線の中に入ったわけですね。そして名称も日本では大鶴島と呼んでいましたけれども、彼らは釣魚島という言い方で、釣魚島は中国固有の領土であるという宣言をして、どん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 潜水艦とかさまざまな軍艦を近くで走らせるようになっていると、こういったことが平気でできる民族です。したがってかつて沖縄も琉球王朝は常に中国に対して朝貢外交をしていたので、沖縄は中国固有の領土であるということを平気で言ってくる、そうした可能性は非常に高いんだということをぜひ知っていただきたいと思います。ですから今のまま中国寄りの政策を取り続ける鳩山首相、小沢幹事長にこの日本を任せていたならば、本当に日本はアメリカと中国の2つの世界勢力の中のアジア圏の中国が支配する日本省という位置づけになってしまう危険が多いということもぜひ訴えていきたいと思っております。じゃあ実際中国の中に組み入れられたこれまでのチベットやウイグルみたいな自治省はどんな目に遭っているかというと、まず民族の同化政策というものを取られますので、
例えばチベットには当初650万の人口がいましたが、武力制圧された後には中国本土から750万人の中国人が送り込まれてきて、そしてチベット人同士の結婚というものを許さず、中国人との同化政策をどんどん進めていったわけですね。言葉も当然北京語を中心に使わせると、こういったやり方をしてまいりました。ですから日本がこのまま中国に飲み込まれてしまったならば、アメリカが手を引くことによって、まず言えることは、日本においては日本語を使用することは禁止されると、このことは覚悟しなければいけません。公用語が北京語になってしまうと。そして第二外国語が韓国語になると、韓国に日本の統治を任せると、こういったシナリオを描いている可能性が非常に大きいと思うべきです。そして今中国は空母を2隻建造し、大型の輸送船を建造し、これは軍人兵隊を乗せることができる輸送船です。そして大型の輸送機を建造し、爆撃機を2000から3000機ぐらいは日本に空襲のために送り込ませる、それだけの準備を進めております。なぜか、かつて中国にも日本が空襲したから必ず復讐するんだというのが政府の、中国共産党の考え方でもあるからであります。そんな国に日本を押してしまって、断じて良いわけがないと。大きな国の変革が起きるときには必ず外圧というものがありました。かつての明治維新においては、黒船がアメリカからやってきて4発の大砲を撃ち込んだことによって、日本国中が大動乱となり、そして尊王か砂漠か倒幕か攘夷か開国かという議論がどんどんなされていきました。しかしその国論を引っ張ったのは、日本中にいくつもの藩がある中で一つの藩がリードしていったわけですね。それが長州という藩でした。なぜ長州はその思想的に日本をリードできたのかというと、その長州の中にさらにさらに小さな思想団体という名目で松下村塾ができ、吉田松陰が一番最初の救国の預言者として命を懸けて訴え、それに感化を受けた、よく長州5とも言われますけれども、数少ない志士たちが立ち上がり、長州の反論を大きく変えて、自分たちでも手がつけられないぐらい熱狂的な思想集団に長州が生まれ変わることによって、日本中を引っ張っていったわけですね。そこにこのままでは長州にリードされては困るという非常に政治的な思想を持った薩摩藩も立ち上がって、いろいろな駆け引きをしながら一時は長州をも潰そうとしましたけれども、途中で坂本龍馬が割って入って、長州と薩摩の手を握らせて、そしてそれが当時の政府でもあった幕府を倒す勢力となったがために、倒幕は起きたわけです。今この日本で世界を守るための防波堤として、日本中を思想的にも行動の上でも引っ張れる団体があるとすれば、それは幸福実現党と、そして支持母体である幸福の科学を除いておそらく存在しないと思います。